これ最近航空自衛隊の自衛官の子から聞いた話なんですけども、うん、まあ仮に K K ささんんんとしますすこの K さん大変階段が好きなんですよで自分がいる駐屯地であの後輩とか先輩同期にこう階段を集めていたするとこの K さんの後輩の子から聞いた話らしいんですけれども。 この後輩、大阪出身なんですね。で、大阪の地元で、先輩が、仲いい先輩が二人いたらしいんですけども、まあ別にこの先輩は自衛官でも何でもない、ただの地元の先輩なんです。ただ、この二人、全くお化けとか幽霊信じないのに、よく肝試しに行ってたそうなんですね。信じないからこそ何か起これよ、みたいな感じで、いろいろ現場にいては粗相するタイプだったと。で、ある時この二人が、 大阪にある野間トンネルという場所に、まあ、大変有名な心霊スポットということで肝試しに行こうと思ったんですね。で運転してる方が仮に A さんだとして助手席が B さんだとしましょうか。野間トンネルに向かっていく最中にこの助手席の B さんおしっこしたくなったらしいんですね。ただ近くにトイレなんかなかったんですよコンビニも遠かった。えー、トンネルまだすぐ近くだけどどうしておしっこしたいなって時にまあそこらで。 立ちんんででもしたたいっって話になったんですよそうするわって感じで A さん適当なことこで車をふーッと止めるんですよで B さんそのまま降りたらおっと思って A さんが車を止めたすぐ横にお地蔵さんがあったんですってであろうことか B さんそのお地蔵さんに向かってしたらしいんですよ大変不謹慎なことですよね そそこでわっってやってやれもう A さんも笑いながら「まあ、やってんな」みたいな感じで,で一通りその粗相をしてお地蔵さんにおしっこをかけた後 B さんは車に戻るで助手席に乗って A さんが車を発進したら目の前暗闇から何かがパーって飛び出してきたえっと思った時にこの助手席の B さん「飛ばせ!」って言うんです。 車飛ばせ飛ばせって言うんで、とっさに A さん、アクセルグッて踏んじゃった。すると、思いっきりバーンって引いちゃったんですよ。で、ゴーゴーゴゴって乗り越えた感覚もある。しばらく先で車止めて、あ、やばいやばいやばい。俺なんか引いちゃった。と思ってると、助手席の B さんが、見てこいよ。って言うんです。え俺残ってるから。って、見てこいよ。って言われて、 なんで一緒に来てくれないんだよと思いながら A さんバーッて車降りてさっき何かを引いたとおぼしき場所に行ったらそこに B さんの死体があるって言うんですね。えと思ってさっきまで車にと思ってパッて車にいると誰もいなかったっていうんですよ。どこで入れ替わった俺どこで B 引いちゃったんだろうっていう話なんか後輩の子は地元で聞いたらしくてそれは。 僕に教えてくれましたねって自衛官の子は僕に喋ってくれました、はあ、それ系の話僕が知ってるだけでも4つ5つあるんです、はあ、きっと何らかのあるんでしょうね僕は同じような感じで後部座席の女の子友達に前歩いてる人あの引いちゃえ引いちゃえみたいなこと言われて。 やめなよそんなことを言うのをやめなよって言いながらなぜかハンドルがそっちにグググって行って引いちゃったら後部座席の袖子だったっていう話があったりとかするんでん僕,僕が知ってるだけで4ついつあるんでなあることなんでしょうねこれって。はい、僕もそのアミさん 関係、あみさん、周りなんかこう聞いたことあるような。うん、でもこれ実際にあれ、それこそあの、うん、渋谷階段屋会で出てくれてるちゃん、ももさんとかも同じような体験談喋ってましたね、はい。で、これやっぱそのそこで何か悪さする？粗相するが、うん、トリガーなんですかね。うん、やっぱり。うん